ました。今日のオープニングは、女子プロゴルファー穴井ララでお送りしたいと思います。それでは、ドラコンの大会で笑顔が隠しきれない、女子プロゴルファー穴井ララ行きたいと思います。マリエがなんでゴーゴーマリエだし、ゴーマリエ、ゴーマリエだ、勝山勝山ゴメさあ、このメンバーで、ね、今日行きたいと思いますけどね、ひゆきさん、はい、こう自粛期間もね、いろいろあったりとかして、で、普段やらないことを結構やったりするじゃないですか、ちょっとね、今日は真面目に行きたいなと真面目に、はい、はい、で今日は、なんかこう、書道でね書道心をこう清めてね、最後まで楽しんで見ていただきたいと思います。まずはタイトルコールいってみましょう、はい、大宮探検同好会。突然降り出した横外れの雨、うまくいかない日ってこんなもんだろう。どこかで聞こえる時代遅れの歌も、こんな気分にはやけない。ゴーゴーゴー。で、分からないことがあったら聞いてください、はい、で、もう何十年ぶりかの筆を持つっていう方がいるので、今日はまず筆になれるっていうことをやります。はい、はい、それではじゃあこちらの方、はい、よろしいですか。はい、はい、まず太筆は真ん中持って3本で構えてください。はい、はい、真ん中持って3本で構えてください。はい、はい、じゃあいきますよ。時計回りで、はい、くる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 ストップ。はい、よろしいですか。今の感じです。はい、今の感じで書いてください。筆をこう倒したりね、はい、筆を倒したり垂直にこう持ちすぎて反らせたりしないで、もこの状態で書きましょう。そしたら太筆はよーく根元まで濡らしてあげてください。中に命芽っていうのが入ってます。その命芽の中までよーく浸してあげて、そうです、周りに洋服を着せてるだけなんです。そうですね、よく切って、それで余分な墨を落としてください。はい、じゃあ一回置いてください。脇に置いてください。はい、垂直に立てます。はい、くる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 、こういう感じで書いてみてください。この回転が終わったら、今度上から下、上から下、上から下ってこう入って、今度は逆に左から右、左から右って、ほらここ立ったままですよ、はい、ここで練習してみましょう。はい、外から大きく、そうです、そうです、うまい。できましたね。これがウォーミングアップで、腕、はい、のトレーニングです。ジャパン。さっきのこれ思い出して、その状態で好きな字を一つ書いてみます。いやいやいや、これは面白いですね。氷ですか。
まいって思われる人はこういうところの始末が上手なんですよ。ここの線が勢いがあるでしょ、はい、これがうまさの秘訣。うまい。ただ、こっちの後始末だけ下手くそなんです。すみません、すみません。それが知りません。すんがちがちしてですね、そこ。ゴーゴーゴもらって、そこで響さんの心を入れる。
よ。立つぞはぁ、ちょっと持ってんI'm sorry.